積算 9601km ベンチレーション付きレザーシート。今年の英国の夏は記録的に暑かった。日当たりの良い前席側を冷やしてくれるエアコンが神様のようだ。レザーは丈夫で掃除しやすく。自然由来の素材ではあるが、熱の影響を受けやすい。CX5 のベンチレーション機能付きレザーシートは、 そんな悩みを解消してくれる。理想的なソリューションと言える。積算1万7 4 7トル他とは一線を画す魅力。筆者はマツダ CX5 の長期テストが始まるまで。マクラーレン GT の長期テストを担当していた。高性能なグランドツアラーからファミリー SUV への乗り換えは、 様々な面で多くの気づきを与えてくれた。マクラーレンが恋しくも感じた。端々に感じる輝きのようなものが好きだった。家族での移動を目的とした実用性重視のモデルでは叶えにくい。姿勢制御や操縦性に対する悪なき追求が存在していた。正直なところ、背の高いファミリー SUV にそんな輝きは期待していなかった。 それでも CX5 には他とは一線を隠す魅力が存在することに感心した。高価な電子制御アンチロールシステムや、アダプティブダンパーが備わらないにもかかわらず、シャシーバランスに優れグリップ力は高く、鋭くフロントノーズは向きを変える。筆者の自宅からほど近い場所に、スポーツカーで楽しめるような道がある。 路面にはコブがありカント角の変化も大きいが CX5 は見事に駆け抜けてみせた子供をリアシートに乗せて飛ばし気味に学校へ送っても乗り心地へ不満が出ることもなかった姿勢制御は引き締まり車酔いの気配もなかった優秀な CX5 で唯一惜しまれる 2.5L エンジン英国の読者にも CX5 に惚れ込んでいる人が複数いる。2019年式のエターナルブルーに乗る一人は、信頼性や製造品質の高さなど、強みに感じている部分をメールで送ってくれた。彼は正規ディーラーへ定期点検に持ち込んでおり、その対応の素晴らしさにも触れていた。月額20ポンド、約3000円の定額プランだという。 長期テストではそこまでの距離を乗れなかったけれど、燃費にも満足しているようだ。2.0L の自然吸気ガソリンエンジンなら、時速 110km での高速走行時に 14.5km パーリットル以上を達成できるらしい。長期テストの 2.5L エンジンでは届かなかった数字だ。 高速道路を時速 110km で穏やかに 190km ほど走行して、ベストは 13.1km パーリットル。車重が 1.5t を超える SUV にとって、自然吸気ガソリンエンジンはベストアンサーではないと言える。このパワートレインは、優秀な CX5 で唯一惜しまれるポイントと言えた。 六速 AT を CVT のように感じさせるほどパワー感に乏しかった。英国の交通条件で満足のいく加速を得るには 5000rpm まで回すことになりサウンドも控えめとは言えない。走行距離が増えるにつれ燃費は改善するかと期待したものの目立った変化もなかった。初代の CX 5が搭載していたディーゼルターボの方が快適なことも分かった。操作性で勝るロータリーコントローラー。マツダは優れた操縦性を実現するため、写シ真シへ多大な努力を払っている。その能力を引き出しきれないエンジンを積んでいることには疑問が残る。見た目や実用性、装備など多くが引い出ているだけに余計に際立ってしまう。 ただし、プラグインハイブリッド、フェイクのマツダ CX60 へ試乗し、優れたパワートレインであることを確認している。もうすぐ長期テストにも加わる予定だから、楽しみでもある。このクラスの SUV として求められる使い勝手や、車内空間の要件を CX5 は満たしている。筆者の家族との暮らしにも、 問題なく対応できた。いくつかの点でライバルを凌駕する美点もあった。その一つが、ロータリーコントローラーで操作するインフォテインメントシステム。タッチモニターへ頼る必要がなく、操作性では明らかに勝っていた。ナビやラジオの設定も簡単。エアコンにも、実際に押せるハードスイッチがしっかり残っている。反面、 優先で対応する Apple CarPlay を起動させると、タッチモニターの方が直感的だということも分かったけれど、果敢に独自の特徴を追い求める松田。CX5 に備わる明快さはデザイナーの意識にも共通していた。インテリアの設計技術者やデザイナーも、過度に複雑にすべきではないことを理解しているようだ。 長年レバーやボタンで果たせてきた機能を、あえて電動スイッチに変更する必要はない。現代のモデル開発において、新鮮にすら感じられる姿勢だと思う。果敢に独自の特徴を追い求める松田だからこそ、導かれる答えだとも言える。まあ、マクラーレン GT が恋しいことは事実。だが、CX、 ごとの暮らしが素晴らしい記憶を残してくれたことも間違いない。こんなまとめ方ができるファミリー SUV は決して多くはないはずだ。セカンドオピニオン。近年の松田はライバルをトヨタではなくレクサスにしたいと考えている。ハイブランド化を目指す具体的なモデルとして CX5 は確かにその役目を果たせている。 印象的に優れる操縦性と洗練性、優れたスタイリングとインテリア。インフォテインメントシステムなどが、心から欲しいと思わせる SUV に仕立てている。ただし、ターボチャージャーは付いていてもよかった。フェリックスページ、フェリックスページ。テストデータ気に入っているところ。涼しいシート、ベンチレーション機能付きのフロントシートは、 特に暑い真夏の味方だった。ブラウンのレザーの質感も素晴らしい。ロータリーコントローラー、指紋でモニターが汚れる心配はなし。インフォテインメントのすべての操作が手元で簡単に行える。バックセンサー、不必要にブザーが鳴ることはない。目に見えない位置の歩行者にもしっかり反応してくれた。気に入らないところ。 ステアリングヒーターのスイッチ、インテリアのデザインは素晴らしいが、ステアリングホイールヒーターのスイッチの場所は良くない。眩しいモニター、インフォテインメント用モニターが夜間は明るすぎた。目が眩むほどで安全性にも関わる。走行距離テスト開始時積算距離 1667km。テスト終了時積算距離 1747km。価格モデル名、マツダ CX52.5GT スポーツオート AWD 英国仕様。開始時の価格、37,785ポンド、約627万円。現行の価格、38,905ポンド、約645万円。テスト車の価格、 38,365ポンド、約636万円。オプション装備メタリック塗装、580ポンド、約9万6,000円。燃費航続距離、カタログ燃費 12.、12.5km パーリットル。タンク容量、58L 平均燃費 11.、11.9km パーリットル。最高燃費、 十三点二キロメートルパーリットル最低燃費。十点二キロメートルパーリットル。航続可能距離六百九十二キロメートル。主要諸元税。時速百キロメートル加速。九点三秒最高速度。時速百九十四キロメートル。エンジン直列四気筒二千四百八十八 cc 自然吸気。最高出力百九十三 ps。 6000rpm 最大トルク 26.2kg M4000rpm トランスミッション6速オートマティックトランク容量510 1 6 2 6ルホイールサイズ19インチタイヤ 22555R19 車両重量 1660kg メンテナンスランニングコスト リース価格408ポンド約68,000円1ヶ月 CO2 排出量1 8 2ンキロメートルメンテナンスコストなしその他コストなし燃料コスト1286.0ポンド約213,000円ガソリン燃料含めたランニングコスト1286.0ポンド 約約21万3000円。1マイルあたりコスト0.23ポンド、約38円、不具合、なし。